「三四郎」「夏目漱石3学年は9月11日に始まった三四郎は正直に午前10時半ごろ学校へ行ってみたが玄関前の掲示板に講義の時間割があるばかりで学生は一人もいない自分の聞くべき文だけを手帳に書き留めてそれから事務室へ寄ったら」 さすがに事務員だけは出ていた「講義はいつから始まりますか?」と聞くと「9月11日から始まると言っている」「済ましたものである」でも「どの部屋を見ても講義がないようですが」と尋ねると「それは先生がいないからだ」と答えた三四郎は「なるほど」と思って事務室を出た「裏へ回って大きな欅の下から高い空を覗いたら」 普通のらよりも明らかにくまざさの中を水際へ降りて例の C の木のところまで来てまたしゃがんだあの女がもういっぺん通ればいいくらいに考えてたびたび丘の上を眺めたが丘の上には人影もしなかった三四郎はそれが当然だと考えたけれどもやはりしゃがんでいたすると銅が鳴ったんで 驚いて下宿へへ帰っった。た。翌日は、正8時に学校へ行った正門を入るととっつきの大通りの左右に植えてあるイチョウの並木が目についたイチョウが向こうの方で尽きる辺りからダラダラ坂に下がって正門の際に立った三四郎から見ると坂の向こうにある理科大学は 2階の一部しか出ていない。なその屋根の後ろに朝日を受けた上野の森が遠く輝いている火は正面にある三四郎はこの奥行きのある景色を愉快に感じたイチの並木がこちら側で尽きる右手には法文化大学がある左手には少し下がって博物の教室がある。 建築は双方ともに同じで細長い窓の上に三角に尖った屋根が突き出しているその三角の縁にあたる赤レンガと黒い屋根の継ぎ目のところが細い石の直線でできているそうしてその石の色が少し青みを帯びてすぐ下に来る派手な赤レンガに一種の趣を添えている そうしてこの長い窓と高い三角が横にいくつも続いている三四郎はこの間野々宮くんの説を聞いてから以来急にこの建物をありがたく思っていたが今朝はこの意見が野々宮くんの意見でなくって初手から自分の自説であるような気がしだしたことに博物室が法文化と一直線に並んでいないで。 少し奥へ引っ込んでいるところが不規則で妙だと思った今度野々宮君に会ったら自分の発明としてこの説を持ち出そうと考えた法文化の右の外れから班長ほど前へ突き出している図書館にも感服したよくわからないが何でも同じ建築だろうと考えられるその赤い壁につけて 大きな白の木を五六本植えたところが大いに良い左手のずっと奥にある高科大学は封建時代の西洋のお城から割り出したように見えた真四角に出来上がっている窓も四角であるただ四隅と入り口が丸いこれは矢倉をかたどったんだろうお城だけにしっかりしている法文化見たように 倒れそうでないないんだか性の低い相撲取りに似ている三四郎は見渡す限り見渡してこのほかにもまだ目に入らない建物がたくさんあることを感情に入れてどことなく雄大な感じを起こした「学問の負はこうなくってはならないこういう構えがあればこそ研究もできる偉いものだ」。 三四郎は大学者になったような心持ちがしたけれども教室へ入ってみたら鐘は鳴っても先生は来なかったその代わり学生も出てこない次の時間もその通りであった三四郎は感んを起こして教場を出たそうして念のために池の周りを2辺ばかり回って下宿へ帰った。 それから約10日ばかりたってからようやく講義が始まった三四郎が初めて教室へ入って他の学生と一緒に先生の来るのを待っていた時の心持ちは実に殊勝なものであった神主が装束をつけてこれから祭典でも行おうとする間際にはこういう気分がするだろうと。 三四郎は自分で自分の条件を推定した実際学問の威厳に打たれたに違いないそれのみならず先生がベルが鳴って15分くらい経っても出てこないのでますます予期から生ずる敬意の念を増したそのうち人品のいいおじいさんの西洋人が戸を開けて入ってきて流暢な英語で講義を始めた。 三四郎はその時「アンサー」という字はアングロサクソン語の「アンドスワル」から出たんだということを覚えたそれからスコットの通った小学校の村の名を覚えたいずれも大切に筆記帳に記しておいたその次には文学論の講義に出たこの先生は教室に入ってちょっとボールドを眺めていたが ボールドの上に書いてある「下周辺」という字と「ナハビルド」という字を見て「はあドイツ語か」と言って笑いながらさっさと消してしまった三四郎はこれがためにドイツ語に対する敬意を少し失ったように感じた先生はそれから古来文学者が文学に対して下した定義をおよそ20ばかり並べた。 三四郎はこれも大事に手帳に筆記しておいた午後は大教室に出たその教室には約七八十人ほどの聴講者がいたしたがって先生も演説口調であった法制一発裏側の夢を破ってという冒頭であったから三四郎は面白がって聞いているとしまいには ドイツの哲学者の名がたくさん出てきて甚だ下しにくくなった机の上を見ると「落第」という字が見事に彫ってあるよほど暇に任せて仕上げたものと見えて硬い菓子の板をきれいに切り込んだ手際は素人とは思われない深刻の出来である隣の男は関心に根気よく筆記を続けている。 覗いいてみると筆記ではない遠くから先生の似顔をポンチに描いていたのである三四郎が覗くや否や隣の男はノートを三四郎の方に出して見せた絵はうまくできているがそばに「久方のくもいの空のほととぎす」と書いてあるのは何のことだか判じかねた。講義が終わってから 三四郎はなななんとなく疲労したような気味で、2階の窓から頬杖をついて正門内の庭を見下ろしていたただ大きな松や桜を植えてその間に砂利を敷いた広い道をつけたばかりであるが手を入れすぎていないだけに見ていて心持ちがよい野々宮君の話によるとここは昔はこうきれいではなかった 野々宮君の先生の何とか言う人が学生の自分馬に乗ってここを乗り回すうちに馬が言うことを聞かないで意地を悪くわざと木の下を通るので帽子が松の枝に引っかかる下駄の葉があぶみに挟まる先生は大変困っていると正門前の北床という紙結床の職人が大勢出てきて 面白がって笑ってて笑いたそうであるその自分には有志の者が虚金して校内に馬屋をこしらえて三頭の馬と馬の先生とを飼っておいたところが先生が大変な酒飲みでとうとう三頭のうちの一番いい白い馬を売って飲んでしまったそれはナポレオン三世時代の老婆であったそうだまさか。 ナポレオン三世時代でもなかろう。しかしのんきな時代もあったものだと考えているとさっきポンチ画を描いた男が来て「大学の講義はつまらんな」と言った三四郎はいい加減な返事をした「実はつまるかつまらないか三四郎にはちっとも判断ができないのである」しかしこの時からこの男と口を聞くようになった。 その日はなんとなく気が移して面白くなかったので池の周りを回ることは見合わせて家へ帰った晩酌後筆記を繰り返して読んでみたが別に愉快にも不愉快にもならなかった母に原文一致の手紙を書いた「学校は始まったこれから毎日出る学校は大変広いいい場所で建物も大変美しい」。 真ん中に池がある池の周りを散歩するのが楽しみだ。電車には近頃ようやく乗り慣れた。何か買ってあげたいが何が良いか分からないから買ってあげない。欲しければそっちから行ってきてくれ。今年の米は今に値が出るから売らずに置く方が得だろう。三綿のおみつさんにはあまり愛想よくしない方がよかろう。東京へ来てみると。 人はいいくらでもいる。男も多いが女も多い」というようなことをごたごた並べたものであった手紙を書いて英語の本を67ページ読んだら嫌になったこんな本を1冊くらい読んでもダメだと思い出した「床を取って寝ることにしたが寝つかれない不眠症になったら早く病院に行って診てもらおう」 などと考えているうちに寝てしまったあくる日も冷酷に学校へ行って講義を聞いた講義の間に今年の卒業生がどこそこへいくらで売れたという話を耳にした誰と誰がまだ残っていてそれがある官立学校の地位を競争している噂だなどと話しているものがあった三四郎は漠然と 未来が遠くから眼前に押し寄せるような鈍い圧迫を感じたがそれはすぐ忘れてしまったむしろ庄之助が何とかしたという方の話が面白かったそこで廊下で熊本での同級生を捕まえて庄之助とは何だと聞いたら寄席出る娘義太夫だと教えてくれたそれから寄せの看板はこんなもんで。 本郷のどこにあるということまで言って聞かせた上今度の土曜に一緒に行こうと誘ってくれた「よく知ってる」と思ったらこの男は昨うべ初めて寄生入ったのだそうだ三四郎はなんだか寄生行って昭之助が見たくなった「昼飯翌日に下宿へ帰ろうと思ったら昨日ポンチ絵を描いた男が来て「おいおい」と言いながら。 本郷の通りの淀見軒というところに引っ張っていってライスカレーを食わした「淀見軒というところは店で果物を売っている」新しい不審であった「ポンチ絵」を描いた男はこの建築の表を指さして「これがヌーボー式だ」と教えた三四郎は建築にもヌーボー式があるものと初めて悟った帰り道に青木堂も教わった。 やはり大学生のよく行くところだそうである赤門を入って二人で池の周りを散歩したその時ポンチエの男は死んだ小泉役も先生は教員控え室へ入るのが嫌いで講義が済むドイツでもこの周囲をぐるぐる回って歩いたんだとあたかも小泉先生に教わったようなことを言った なぜ控え室へ入らなかったのだろうかと三四郎が尋ねたら「そりゃ当たり前ださ第一彼らの講義を聞いてもわかるじゃないか話せる者は一人もい,いやしない」と手ひどいことを平気で言ったには三四郎も驚いたこの男は佐々木与次郎といって専門学校を卒業して今年また戦火へ入ったのだそうだ 東方町の御番地の広田といううちにいるから遊びに来いという下宿かと聞くと何高等学校の先生の家だと答えたそれから当分の間三四郎は毎日学校へ通って律儀に講義を聞いた必修科目以外の者のへも時々出席してみたそれでもまだ物足りないそこでついには先行科目に まるで縁故のないものまでへも折々は顔を出したしかし大抵は2度か3度でやめてしまった1ヶ月と続いたのは少しもなかったそれでも平均1週に約40時間ほどになるいかな勤勉な三四郎にも40時間はちと多すぎる三四郎は絶えず一種の圧迫を感じていたしかるに 物足りない。三四郎は楽しまなくなったある日佐々木与次郎に会ってその話をすると与次郎は「40時間」と聞いて目を丸くして「バカバカ」と言ったが下宿屋のまずい飯を一日に10遍食ったら物足りるようになるか考えてみろといきなり計画でもって三四郎をどやしつけた三四郎はすぐさま恐れ入った。 どううしたた。らよかかろうと相談をかけた「電車に乗るがいい」と彌次郎が言った三四郎は何か偶意でもあることと思ってしばらく考えてみたが別にこれという思案も浮かばないので「本当の電車か?」と聞き直したその時四次郎はゲラゲラ笑って「電車に乗って東京を十五六遍乗り回しているうちにはおのずから物足りるようになるさ」と。 「なぜなぜってそう生きてる頭を死んだコーニーで封じ込めちゃ助からない外へ出て風を入れるさその上に物足りる工夫はいくらでもあるがまあ電車が一番の処方でかつ最も軽便だ」。その日の夕方四次郎は三四郎をらして四丁目から電車に乗って新橋へ行った。 新橋からまた引き返して日本橋へ来てそこで降りて「どうだ?」と聞いた次に大通りから細い横丁へ曲がって平野屋という看板のある料理屋へ上がって晩飯を食って酒を飲んだ「そこの下女はみんな京都弁を使う」「甚だ天面している」表へ出た与次郎は赤い顔をしてまた「どうだ?」と聞いた。 次に本場の寄せへ連れてってやると言ってまた細い横丁へ入って木原棚という寄席登ったここで子さんというしかを聞いた十字架通りへ出た与次郎はまた「どうだ」と聞いた三四郎はもの足りたとは答えなかったしかしまんざらもの足りない心持ちもしなかった すると次郎は大いに古参論を始めた「古参は天才であるあんな芸術家はめったに出るものじゃないいつでも聞けると思うから安っぽい感じがして甚だ気の毒だ実は彼と時を同じうして生きている我々は大変な幸せである今から少し前に生まれても古参は聞けない少し遅れても同様だ英雄もうまい」 しかし子さんとは趣が違っている。縁優の奮した太鼓餅は、太鼓餅になった縁優だから面白いので、子さんのやる太鼓餅は、子さんを離れた太鼓餅だから面白い。縁優の演ずる人物から縁優を隠せば、人物がまるで消滅してしまう。子さんの演ずる人物からいくら子さんを隠したって、人物は活発発地に躍動するばかりだ。 そこがえらい与次郎はこんなことを言ってまた「どうだ?」と聞いた「実を言うと三四郎には古参の味わいがよくわからなかったその上圓雄なるものはいまだかつて聞いたことがない従って与次郎の説の頭皮は判定しにくいしかしその比較のほとんど文学的と言い得るほどに容量を得たには感服した」 高等学校の前で別れる時三四郎は「ありがとう大いに物足りた」と礼を述べたすると与次郎は「これから先は図書館でなくっちゃ物足りない」と言って片町の方へ曲がってしまったこの一言で三四郎は初めて図書館に入ることを知ったその翌日から三四郎は40時間の講義を。 ほとんど半分に減らしてしてまった。そうして図書館に入った広く長く天井が高く左右に窓のたくさんある建物であった書庫は入り口しか見えないこっちの正面から覗くと奥には書物がいくらでも備え付けてあるように思われるだって見ていると書庫の中から厚い本を23冊抱えて 出口へ来て左へ折れてゆくものがある職員閲覧室へ行く人である中には必要の本を書棚から取り下ろして胸いっぱいに広げて立ちながら調べている人もある三四郎は羨ましくなった奥まで行って二階へ上ってそれから三階へ上って本郷より高いところで生きたものを近づけずに 紙の匂いい。を嗅ぎながら読んでみたい「けれども何を読むかに至っては別に反然した考えがない」「読んでみなければわからないが何かあの奥にたくさんありそうに思う」「三四郎は一年生だから書庫へ入る権利がない」「仕方なしに大きな箱入りの札目録をこごんで一枚一枚調べていくと」 いくらめくっても後から新しい本の名が出てくるしまいに肩が痛くなった顔を上げて中休みに館内読み回すとさすがに図書館だけあって静かなものであるしかも人がたくさんいるそうして向こうの外れにいる人の頭が黒く見える目口は半然しない高い窓の外からところどころに木が見える 空も少し見える。遠くから町の音がする三四郎は立ちながら学者の生活は静かで深いものだと考えたそれでその日はそのまま帰った次の日は空想をやめて入ると早速本を借りたしかし借りそくなったのですぐ返した後から借りた本は難しすぎて読めなかったからまた返した 三四郎はこういうふうにして毎日本を89冊ずつは必ず借りたもっともたまには少し読んだのもある三四郎が驚いたのはどんな本を借りてもきっと誰か一度は目を通しているという事実を発見した時であったそれはしょちゅうここかしこに見える鉛筆の跡で確かであるある時三四郎は念のため アフラ・ベーンという作家の小説を借りてみた開けるまではよもやと思ったが見るとやはり鉛筆で丁寧に印がつけてあったこの時三四郎はこれは到底やりきれないと思ったところへ窓の外を虐待が通ったんでつい散歩に出る気になって通りへ出てとうとう青木堂へ入っ 入ってみると客が2組あっていずれも学生であったが向こうの隅にたった一人離れて茶を飲んでいる男がある三四郎がふとその横顔を見ると「どうも状況のせず汽車の中で水密糖をたくさん食った人のようである」「向こうは気がつかない茶を一口飲んではタバコを一い吸って大変ゆっくり構えている」今日は、 白地の浴衣ををやめてて背広を着ている「しかし決して立派なものじゃない光線の圧力の野々宮君より白シャツだけがマシなくらいなものである三四郎は様子を見ているうちに確かに水密島だと物色した大学の講義を聞いてから以来記者の中でこの男の話したことがなんだか急に 意味のあるように思われ出したところなので三四郎はそばへ行って挨拶をしようかと思った。けれども先方は正面を見たなり茶を飲んではタバコをふかしタバコをふかしては茶を飲んでいる手の出しようがない。三四郎はじっとその横顔を眺めていたが突然コップにあるブドウ酒を飲み干して表へ飛び出した。 そうして図書館に帰ったその日はブドウ酒のケーキと一種の精神作用とで例になく面白い勉強ができたので三四郎は大いにうれしく思った2時間ほど読書三昧に行ったのちようやく気が付いてそろそろ帰る支度をしながら一緒に借りた書物のうちまだ開けてみなかった最後の一冊を何気なくひっぺがしてみると。 本の見返しの空いたところに乱暴にも鉛筆で一枚何か書いてある「ヘーゲルのベルリン大学に哲学を講じたる時ヘーゲルに業も哲学を売るのいなし彼の講義は真を説くの講義にあらず真を対せる人の講義なり下の講義にあらず心の講義なり真と人と合して順化一致せる時その説くところ 言うところは講義のための講義にあらずして道のための講義となる哲学の講義はここに至って初めて聞くべしいたずらに真を絶当に転ずる者は死し,したる墨を持って死し,したる紙の上に虚なしき筆記を残すに過ぎず何の意義かこれあらんう、今試験のためすなわちパンのために恨みを飲み涙を飲んでこの書を読む。 心身たる頭を押さえて未来永劫に試験制度を受訴することを記憶せよ。とある署名は無論ない三四郎は覚えず微笑したけれどもどこか啓発されたような気がした哲学ばかりじゃない文学もこの通りだろうと考えながらページをはぐるとまだあるヘーゲルのよほどヘーゲルの好きな男と見える ヘーゲルの講義を機関として四方よりベルリンに集まれる学生はこの講義を異色のもとに利用せんとの野心を持って集まれるにあらずただ鉄人ヘーゲルなるものありて講談の上に無情不変の真意を伝うると聞いて向場愚道の念に切なるがため檀家に我が 不音程の疑義を解釈せんと欲したる正常心の発言にほかならずこの故に彼らはヘーゲルを聞いて彼らの未来を欠如し得たり自己の運命を改造し得たりのっぺらぼうに講義を聞いてのっぺらぼうに卒業し得る高等日本の大学生と同じことと思うのは天下のうぬぼれなり高等はタイプライターにすぎず しかも欲張ったるタイプライターなり口頭のなすところ思うところ言うところついに切実なる社会の活気運に関せず死に至るまでのっぺらぼうなるかな死に至るまでのっぺらぼうなるかなとのっぺらぼうを二変繰り返している三四郎は木年として考え込んでいたすると後からちょっと肩を叩いたものがある例の四次郎であった 吉郎を図書館で見かけるのは珍しい。彼は抗議はダメだが図書館は大切だと主張する男であるけれども主張通りに入ることも少ない男である「おい野々宮宗八さんが君を探していた」と言う与次郎が野々宮君を知ろうとは思いがけなかったから念のため理科大学の野々宮さんかと聞き直すと「うん」という答えを得た。 早速本を置いて入り口の新聞を閲覧するところまで出て行ったが「野々宮君がいない」「玄関まで出てみたがやっぱりいない」「石段を降りて首を伸ばしてその辺を見回したが影も形も見えない」「やむを得ず引き返した」「元の席へ来てみると与次郎が例の「ヘーゲル論」を指して小さな声で。 だいぶふるってる昔の卒業生に違いない昔のやつは乱暴だがどこか面白いところがある実際このとおりだ」とニヤニヤしているだいぶ気に入ったらしい三四郎は「野々宮さんはおらんぜ」というさっき入り口にいたがな何か用があるようだったかあるようでもあった2人は一緒に図書館を出た その時次郎が話した野々宮君は自分の戯宮している広田先生の元の弟子でよく来る大変な学問好きで研究も大分あるその道の人なら西洋人でもみんな野々宮君の名を知っている三四郎はまた野々宮君の先生で昔正門内で馬に苦しめられた人の話を思い出して。 あるいはそれが広田先生ではなかろうかと考え出した。与次郎にそのことを話すと、与次郎はことによるとうちの先生だ。そんなことをやりかねない人だと言って笑っていた。